北陸鉄道石川線。石川線は石川県金沢市の野町駅から道県白山市の鶴木駅間を結ぶ北陸鉄道の鉄道路線。かつては鶴木駅で分岐していた野見線や加賀市宮駅以南の近明線と直通運転を行い、三線をまとめて石川総線と呼んでいたが、その名残で野見線と近明線が1980年代に廃止された後も、 石川のことを指して、石川総線ということがある。なお、野町駅前に乗り入れる北陸鉄道のバスでは、剣方面電車と案内される。またかつて、石川線は、白菊町駅かが市宮駅間を結ぶ路線であったが、白菊町駅マイナス野町駅間が九百七十二年、昭和四十七年九月二十日に廃止され、九百二十九年、昭和四年に、 金明線の前身の金明鉄道から編入し、鶴木駅加賀市宮駅間が2009年、平成21年11月1日に廃止された。校舎の廃止区間内は、加賀白山バスが運営する既存の白鵬、瀬オン方面バス路線で代替している。すべて各駅に停車する普通列車で、途中駅折り返しはなく、約30から40分間隔。 朝は15から20分間隔で運転されている。所要時間は、野町駅、剣駅間が約30分である。剣駅の始発は5時45分、野町駅の最終は22時55分である。土曜日の剣発の1本を除く全列車がワンマン運転されており、各車両の中央のドアには、このドアは開きませんというステッカーが貼られている。 鶴木駅加賀市宮駅間が廃止される前の2009年10月31日までは、野町駅から加賀市宮駅まで、運転の列車と、鶴木駅折り返しの列車が概ね交互に、運行されていた。日中は32分間隔。所要時間は、野町駅加賀市宮駅間が、約35分であった。毎年大晦日の深夜から、元日の朝にかけては、 白山姫神社への初詣客向けに、加賀市の宮駅発着の臨時列車による終夜運転が行われていた。終夜運転は、剣駅加賀市の宮駅間廃止後も行われている。2006年11月30日までは、日中の野町駅剣駅間の系統は、準急列車で運行されていた。 準急は交換設備のアンバランスによる運行間隔是正を主目的として運行され、押野駅、野の市駅、曽谷駅、小柳駅を通過し、所要時間は、の長鶴時間が約25分であった。以前は、金沢市内橋との競合回避や、速達サービス提供を目的に、日中は全列車が準急列車として運行された時期もあった。停車駅により準急へと、 準急 B に分け、野々市広大前以南では、通過駅を振り分ける乗車機解禁等化のため形で運行されていた。種別が準急となっていたのは、過去には上位列車として急行の設定があったためである。1980年頃のダイヤでは、近名線白山下駅まで行く列車が朝夕にあり、最終列車も早めに設定されていた。2002年から夏季に運行している。 ビール電車をはじめ、おでん電車や、妖怪電車といった各種イベント列車を運行している。なお、路面電車の北陸鉄道金沢市内線廃止後は、金沢駅、北陸鉄道朝野川線北鉄金沢駅帯や、町駅間を結ぶ、鉄軌道はなく、バスでの連絡となっているが、金沢港金沢駅マイナスや町駅間を、LRT あるいは、 BRT 方式で結ぶという案が浮上している。石川線、石川総線の近年の輸送実績を可表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。輸送密度については、石川総線を構成する、のみ線、近銘線廃止により改善した時期もあったが、近年では減少している。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。石川線、石川総線の近年の収入実績を下表に記す。旅客運賃収入は1996年、平成8年以降減少している。運輸増収については年度による変動が大きい。表中、 収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。白山地域は木材や木炭、タバコなどの産地であり、貨物の需要が見込めることから、1912年8月予備役陸軍工兵隊の おぐおすら8人により、金沢市街六都林から、鶴木町を結ぶ、機関線 67mm 電気鉄敷設を出願し、1913年4月鉄道敷設の許可が下りた。この計画には、埼賀電気商会の埼玉当基地も参加しており、技術供与や資金提供などが期待されていた。ところが、埼玉電気商会の破綻により、 災害関係者が手を引き資金の目処が立たなくなった。急遽他の出資を求めた結果、愛知県の建設業、栗田末松、栗田組が参加することとなり、株式の下半は栗田関係者が持ち、社長も愛知県在住の笹原達太郎が就任し、1914年、石川電機鉄道株式会社が設立された。その間には、鉄道用地の買収難、 野々市村の路線誘致運動や松金馬車鉄道と平行線問題が起こり、路線の経路は2点3点したが、最終的に国鉄野々市駅、現在の西金沢駅に接続するように変更した。また、不況の影響と資材の高騰から機関線 67mm と電化は断念し、機関 762mm 蒸気機関車による公式に改め、 1915年6月に中古の蒸気機関車3両、日本車両の新製の客車4両と、貨車6両で新野の市駅、現在の新在金沢駅鶴木駅間を開業し、社名を石川鉄道と改めた。1921年10月に金沢電気機動が石川鉄道を買収しようとする計画が表面化した。ちょうど金沢電気機動が この鉄道を合併し、電化改良工事をしており、石川鉄道を加えれば、金沢市南部の物資を、金沢市移送することができる。また、交通機関の統一のため、石川県知事や、鉄道省は合併容認の意向を示していた。県内株主たちはようやく経営が安定したところで、売却されることに反発したが、栗田をはじめとする愛知在住の大株主たちは、株式を、 金沢電気軌道に譲渡することとなり、1923年に合併が決まった。1913年国鉄のの市駅、現在の西金沢駅から西側南岸を結ぶ貨物輸送を目的とした馬車軌道を金石馬車鉄道、金石電気鉄道の社長であった横山俊次郎が個人で軌道条例に基づき出願した。8月に特許を取得したが、 鉄道用地取得に手間取り、1915年3月になって工事着手、野の市駅から野町までの区間が竣工し1916年1月営業を開始した。しかしその後も工事は父として進まず、結局終点を西川南岸から白菊町に短縮して、1916年8月になり新野の市大野町にしかなざ後の白菊町駅が全通した。 なお1916年に、個人から会社組織にし、コンノ機道株式会社になったが、横山家で全株式の過半を占めていた。その後馬車鉄道はすでに時代遅れであることから1919 19年4月に、蒸気鉄道に変更することに決。社名をコン鉄道に変更し、資本金を20万円にしたが、実現しないまま1920年7月。 金沢電気軌道に合併された。廃置区間の駅は、上表参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。